甘味はまあ嫌いじゃないな。いちご大福とか。次はどこへ行くんだ。次はどこへ行くんだ。茨城童子とは昔からの知り合いだ。そこ茨城童子が出荷後年をまあいろいろあってな。この義経の剣さばき、見くびってもらっては困るぞ。これで決める。さすがだな。この義経の剣さばき、
見くびってもらっては困るぞ。源の九郎義経、いざ参る。今回の旅は静か御前のこれまでで一番のわがままだな。まあそんなところも嫌いじゃないが、これで決める。呼んでくれて感謝する。少しはやるようだな。君は手だれだからな。戦闘において心配はいらないな。
この程度どうともない。甘味は、まあ、嫌いじゃないな。いちご大福とか。どうやったらそこまで強くなれるのか、私にも鍛錬方法を教授願いたいものだ。この義経の剣さばき、見くびってもらっては困るぞ。
この程度どうともない。この間またからくりを壊してしまってな。源内殿に呆れられたよ。任せておけ。